米大リーグツインズ、ドジャース、10日米ミネソタ州ミネアポリスターゲットフィールド、動画、大谷は試合前にキャッチボールで調整。早いテンポで投げ込むドジャース、大谷翔平投手、29、ガトウカ、日本時間11日午前2時10分開始予定。敵地、ツインズ戦のスタメンに、2番、指名打者、デナを連ねた。2試合ぶりの4号で、 松井秀喜氏、ヤンキースなど、が持つ日本人通算最多175本塁打に並べるか、7試合連続安打が出るかに注目だ。試合前練習中には約15メートルほどの距離でキャッチボールをした大谷。3日ぶりで昨年9月の右肘手術後7度目となるキャッチボールは約12分間で、50球を投げた。途中までは早いテンポで投げ、 途中からはゆっくりと一球一球フォームを確認するようにして投げていた。投手復帰は来期が見込まれるが、8日、同9日に取材に応じた際には、今は順調に、昨日、7日イコール同8日も投げましたけど、本当にスモールステップですけど、徐々に徐々に強度とかも伸ばしながら、球数も伸ばしながら、順調に来てるなと感じてます。と話していた。